まいりました。ビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウやこれまでの経験などを聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識など、ラジオではとても言えないことをあえてラジオでお話ししていただこうという番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。この番組はライフスタイルテクノロジー、平総合事務所、中曽根智弘弁護士事務所、ストレスマネジメント沖縄、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。はい、ということで本日もビジネス天国沖縄をお送りします。本日もですね、収録による放送となっております。本日は福岡からですね、素敵なゲスト様をお迎えしてですね、お送りしたいと思いますので、今日もですね、本当に素敵なゲストさんがお見えです。いろんな、ね、顔をお持ちで、その、ね、各業界で活躍されている方ですのでね、今日も面白い話が聞けると思いますので、CM の後にご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日はですね、福岡の方で収録させていただいているんですけども、最近ね、収録が本当に多いんですけど、沖縄だけではなくて、全国のね、素敵な方に来ていただいているのでね、本当に僕も自身もね、勉強になりますし、刺激になっております。本日はですね、本当に素敵な女性の方をお迎えすることができました。早速ご紹介したいと思います。株式会社エールズ統括本部長でありますですね、鈴木ひとみさんです。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、鈴木さん、ね、番組出演、急遽、はい、昨日決まったんですけども、はい、実は僕会うの今日2回目でして、はい、そうです。昨日何ですかね、懇親会ですかね、あるね、はい、懇親会がありまして、ある社長様がね、ご紹介していただいてですね、昨日ね、6名ぐらいですかね、はい、一緒に居酒屋の方でね、お話しさせていただいたんですけど、そこでぜひラジオ出てくださいということで、昨日の夜決まりまして、今日収録しているという流れになっておりますのでね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですけど、はい、鈴木さんの方から、はい、自己紹介の方をお願いいたします。はい、株式会社エールで、絵画の販売をしております鈴木ひとみと言います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。鈴木さんね、絵画の販売をしているということで、はい、僕も絵画の世界は全く知らないんですけども、はい、どういった絵画を販売されてるんですか？そうですね、私が取り扱っている絵画っていうのがちょっと変わった絵画でして、はい、例えばですね、朝から昼夜と変化をしていく絵画なんですね。はいはいはい、はい、絵画が変化する、変化していきます。はい、あとは季節の移り変わりだったりとか。なるほど。はい、春から、冬景色に絵画がか、はい、絵画自体が変わるってことですか？そうです。はい、絵画自体が変わる、変わるんです。確かに珍しいですよね。そうですね、はい、これは同じ作家さんが描いてるってことですか？作家はもうたくさんいまして、はいはい、いろんな作家が国内海外問わずいます。なるほど。でそのこう変わる絵画を中心にといいますか、主に使ってるということですね。はい、はい、そうです。なるほどね。でも絵画が変わるっていうのがちょっとなんかこうイメージできるようなできないような感じなんですけど。そうですね、はい、皆さんこれってデジタルなのとか、はいはい、なんか映像なの、はい、目の前にしてみてもこれ映像とかって言われる方は結構いらっしゃるんですけども、はいはい、もう映像でもデジタルでもなく、本当に作家が一から一つ一つ丁寧に描き上げた絵画です。この絵画が変化していきます。絵画自体が変化していく。そうです。これなんかちょっとびっくりなんですけど、どういう仕組みになってるんですか？まあ世界で特許を取っている特殊な技法と顔料を使って、うん、はいはい、
あの、はい、書き上げております。で、あの、僕全く素人の目線で言いますと、はい、絵画って一度貼るじゃないですか、こう壁の方に、はい、うんうん、でもこう何ていうんですか、こう季節とかに移り変わる、この絵画が変化すると何倍も楽しめるっていうイメージが、あ、そうです、おっしゃる通りです、あるんですけども、はい、なんかこう何ていうんですか、こう見る時間とかによって違うと、はい、やっぱりこう絵に対する捉え方とか、うん、こう自分の感情に対するね影響っていうのが変わってくると思うんですけど、うんうん、そうですね、そういうのがやっぱり喜ばれてるんですかね。そうですね、はい、はい、なるほど。どういった方が実際こういう絵を求められてるんですか。そうです、もうあのお客さん、ご購入いただくお客様は、はい、あの主婦の方から、社長さんだったり、お医者様だったりですね、うん、もう本当にさまざまな方がご購入いただいてます。なるほど。確かにこう自分の部屋とかお店にこう貼るって方、はい、展示する方いらっしゃると思うんですけど、やっぱりこう自分で見るのも楽しいんですけど、うんうん、例えばお店にこうその絵画を貼るとですね、やっぱりお客さんに対してもね、サービスというか喜ばれるのかなっていうイメージがあるんですけど、そうです、はい、はどうですか、こう実際こう絵画をこれどれぐらいなんですか、こういう仕事をされて。この絵画自体は、ちょうど3年ぐらいになるかと思います。なるほど、はい、どうですかこの3年間こう関わってみて。そうですね、最初はですね、正直、自分がアールグラージュっていうんですけども、うんうん、このアールグラージュを見た時に感動してしまって自分が泣いてしまうぐらい、絵を見て感動して泣いてしまう、泣いてしまうぐらいですね、本当に。で、ただお仕事で販売してるっていうわけではなく、うん、はい、本当に自分自身がもうこのアール・グラージュという絵画にもう惚れ込んでしまって、うん、だからもうそれで販売できてるのが本当に幸せだなと思って。これはですね、はい、本当に勧められる方も本当に好きなものを勧められるって一番嬉しいじゃないですか。そうですね、なんかこう仕事だから売ってますとかじゃなくて、うんうん、本当に自分が惚れ込んで、はい、しかもこう惚れ込んでるレベルが、はい、涙を流すぐらいのもう頂点じゃないですか。はい、でそういったものを本当に心の底からおすすめできる、おすすめで、おすすめしてもらうがもういいと思うんですけど、うん、でもやっぱりそういう仕事をやってるっていうのは逆にご本人も幸せですよね。本当に幸せです。ただ一つですね、ちょっとすいません、こう思ったことがあってですね、はいはい、どうしても本当に大好きだからこそなんですけど、はい、お客様にその絵画を鑑賞していただくんですね、はい、で通常は、まあ、ゆっくりソファーに座っていただいて、うん、はいはい、照明を落として、うん、お部屋の照明を落として、はいはい、で、音楽を、うん、流してからゆっくりと見ていただくんですけども、はいはい、お客様にお見せするときにもう大好きすぎて、はい、お客様に見せてるのに自分が感動して目がうるうるしちゃうっていう。なるほど。ちょっと困ったことが。お客様は感動しようと思ってるのに隣見たら泣いてる人います。もうそれぐらい本当に、はい、もう大好きで。なるほど、ね、だいぶ鍛えてですね、はい、お客様にお見せするときは平常心、なるほど、感動し泣かないように、感動しないようにってちょっとねあれなんですけど、泣かないように。なる、まさか号泣してないですよね。そうですね、もういやでもいいですね、はい、やっぱりね進める方も伝わるでしょうからね。ありがとうございます。鈴木さん自体が、はい、この仕事にこう出会ったきっかけといいますか。そうですね、まあ、この今の会社に、勤めさせていただいて、うち の代表がですね、はい、アール・グラージュと数年前に出会って、はい、うん、でまあ、うちの代表もやっぱこのアール・グラージュに惚れ込んで、はい、もうぜひ扱いたいということで。じゃ あの社長と2人いたら2人で泣いてる感じですか。あ、もうそうだと思います。もう、はい、泣いてばっかりなんですね。泣いてばっかり。いやでもね、そういう本当に惚れ込んでるものを、ね、おすすめするっていうのは本当にね素敵な仕事をされてるなって。はい、はい、ありがとうございます。3年目、はい、で逆にこうお客様も感動しているとね、はい、勧める側も購入する側も、うん、皆さんでこう感動して。そうですね、いやいい仕事されてますね。いやありがとうございます。いやでもね、日々仕事の中で感動もいいんじゃないですかね。そうですね、
はい、でも仕事で感動するとか仕事でこうやりながらこう感動して泣くってなかなかないですよね。そうですよね、はい、もう本当に ありがたいですね。で3年前にそういったのを出会って、はい、社長さんってどういった方なんですか？うちの代表はですね、鹿児島の方で、はい、医療と福祉の関係の、施設を、はいはい、経営しております。あ、なるほどね、はい、それとまたこの絵画の、そうですね、販売もされてるということですね。はい、まあ、3年間携わってみていろんな、はい、ご自身も感動したり、うん、その絵の良さとか、うん、あとお客様とも関わってみて、はい、鈴木さん的にこういうお客様になんかおすすめしますよとか、こういう方にはぜひ絵を見ていただきたいっていう方、お客様像みたいなのってあるんですか？そうですね、まあ、基本的には、はい、もう全ての方に、はい、もう年齢も問わず性別も問わず、はいはい、全ての方に見ていただきたい、うんうん、私はどっちかというとその美術品とか絵画っていうのは全く無知な方だったんですよ。そうなんですか。もともとなんか美術大学とか行ったのかなと思って。ではなく全くもう逆に絵がわからない、うん、はいはい、私でもこのアールグラージュはもう本当に心打たれる、はい、ものなので、はい、もう全ての方に見ていただくきっかけを、うん、作りたくて、はいはい、今お仕事してるんですけども。はい、なるほど。でも本当に絵って不思議ですよね。もう不思議です。こう何ていうんですかね、こう絵を見て泣くってね、はい、なんか映画見てなんかこう泣くのは分かるんですけどね、うんうん、絵を見てるだけでこう涙が出てくるっていうのはやっぱり何かをね、はい、伝えてるんでしょうね。そうですね。はあ、逆にこう鈴木さん的にこの絵を見るときに、はい、こういう見方してほしいとか、こういう時に見てほしいみたいな。そうですね。なんかちょっとドライブ行きたいなとかっていう時ないですか？はい、うん、朝日とか、はいはい、夕日とかを見ると、うん、ちょっとなんかこうぼーっと朝日を見たりとかって、はい、多分誰にでもあると思うんですよね。で、まあ、ちょっとこう精神的にちょっと辛いなみたいな時に、うんうん、夕日とか朝日とかこう見てると、うん、ね、ちょっとこう心が落ち着いたりすると思うんですけど、はい、うんうん、まさにそれがこのアールグラージュではできちゃうんですね。それは家にあると。家にあるんです。家にあるんです。じゃあなんかこう心が落ち着く場所を家に作りましょうみたいな。そうですね、感覚もあるんですかね。はい、もうその空間を、はい、作ることができるので。なるほどね、はい、その空間が家にあるって大きいですね。大きいです。あとこう会社の中にあるとか、はい、特に経営者の方とかにいいかもしれないですね。そうですね、うん、でやっぱり自分だけではなくそこに来ていただく、うんうん、まあ、会社だったらお客様だったり、はいはい、まあ、お家だったとしても、まあ、来客だったり、うんうん、もういろんな方に見ていただけるので。で見ていただいてその感動した方とそこでその感動を共有する時間っていうのも素敵ですね。素敵です。もう最高ですね。それを演出してくれるのがそのね、はい、あると。アールグラージュですね。はい、アールグラージュ、これ実際に情報といいますか、はい、どちらの方でホームページとかもしあるんであればちょっと。あ、そうですね、東京の方に、はい、アールグラージュの本社がございます。はいはい、はい、これホームページとかってあるんですか？はい、ホームページもございます。検索はどのようにすれば？アールグラージュで検索していただくと、はい、東京のサロンギャラリーと福岡のサロンが出てきますので。じゃあカタカナでよろしいですか？カタカナでアールグラージュ、はい、大丈夫、アールグラージュとですね検索していただくと見ることができるということでね、はい、多分ねラジオをお聞きの方はもう興味津々だと思いますよ。そうですね、ぜひ検索してほしいですね。え、景色が変わるっていうのはね本当に素敵だな。やっぱりこう日本人っていうのはその景色の移り変わりとか、うん、そういうのすごく敏感じゃないですか。そうですね、やっぱり日本人ならではというか日本人だからこそ、うん、そのアールグラージュの良さを感じ取る感性を持ってるのかなっていう印象もあるんですけどね。はい、うん、
本当にこのね季節の移り変わりとか、うん、その微妙なね変化とかにすごくこう気づくというか、はい、そういう国民性ですからね。そうですね、うん、これはテレビ見たんですけど、なんかこう海外の方がなんか日本人ってそんなになんでこう季節に、季節によってこう食べ物とか色とかあるじゃないですか、はい、それが海外の人だとすごい不思議みたいで、あ、そうなんですね、はいはい、なんで日本人はこんなにこう季節にこだわるんですかっていう、あ、言われてみたらそうだなと思って、やっぱりそれは四季がある国だからこそなんですね。でしょうね、うんうん、やっぱりこの四季によって色ってあるじゃないですか、はい、でその色に関するお菓子とかでもね、いろいろあるじゃないですか、うんうん、この四季、はい、に食べるものとか、うんうん、感じ取る景色とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、であのそういうのが、ね、海外の人からなんか不思議らしくて、へえ、なるほど、あ、日本人特有なのかもしれないなと思って、だからこそこういう絵が誕生したの、誕生したかもしれませんし、はい、感動する。でも逆にね、これやっぱりいろんな、ね、方にも、良さをね知っていただきたいっていうでしょうね、はい、鈴木さん、あの、じゃあ普段はどういった方にお会いしてこういうの良さを伝えてですか？そうですね、まあ、まあ、病院だったりとか、あ、病院ですね、病院ものすごくいいですね、病院ですね、はい、なんか本当に免疫力とか上がるかもしれないですね。そうですね、うん、病は気からって言いますからね。そうですね、そうなんですよね。なるほど、病院いいですね、病院ですね、あのなんかね、社長室とかね、はい、あの来客する、うんうん、あのお客様をおもてなす部屋とかもいいかもしれないですね。そうですね、どういったのを何ですか、こう絵というか、例えばこれは名刺ちょっと見させていただいたんですけど、こう山のね、これ富士山ですか？これは富士山ですね、富士山の絵なんですけど、はい、こういった山のどういった傾向が多いですか？まあ、風景画から、はい、人物が、あ、人物もあるんですか？はい、あとは風景も様々でして、うん、まあ、山だったりちょっとガーデンのような作品だったり、 あとは海、あ、うん、海ですね、はい、海だったり、うん、ですね、本当に様々な、はい、いや、これ見てみたいな、興味ありますよ。戦艦ヤマトも、あ、ヤマトもあるんですか？ございます。ヤマトのこうなんていうか、変わっていく風景っていうのはいいですね。何とも言えないですね。なんか今あるじゃないですか、動画とか、うんうん、このデジタルがすごく発達してるじゃないですか、はい、で本当に誰でも気軽にこう動画を編集したりとかってあるんですけど、はい、うん、あえてこう動画ではない、そうですね、自然な形でこう変化するっていうのは逆に新鮮というか、そうですね、はい、まあ元々あのこのアールグラージュの、はい、開発者が中野というんですけども、はい、この中野の思いっていうのがですね、まあ、現在はやっぱりストレス社会だとかってどん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 なる傾向じゃないですか、うんうん、で、まあ、IT だとか、うん、もうアナログからデジタルにっていう時代なんですけども、うんうん、はい、この開発者の思いっていうのは、あのデジタルからアナログに人間を戻すっていう、うん、人を原点に戻すっていう思いが詰まってまして、なるほど、ね、だからあのあくまでもデジタルではなく、うん、作家が本当に一から描き上げた絵画、うん、これを変化させてるっていう、なんかそれができちゃうっていうのがすごいですよね。できちゃったんですね。はい、はあ、普通それをやろうと思わないですけどね。ですね、で思ったのもすごいんですけど、これやっちゃったっていうのがまた、そうですね、いやすごいですね、はい、確かに今本当にデジタル IT の時代になってますけど、はい、本当にこう、それもう避けて生活することはもう不可能だと思うんですけども、そうですね、ただその、うん、その生活の中でも1日の中で5分でも10分でも、うんうん、でそう言ってね、うんうん、あのアナログの時間を作るっていうのも貴重かもしれないですね。そうですね、だからもうテレビをつけるんじゃなくアールグラージュをつけてもらうっていう、なるほどね、本当に忙しい中で5分10分でもね、コーヒー飲みながら、そうですね、絵を眺める時間、はい、なんかそうするとこう精神的に落ち着きますし、はい、特に経営者とかだったらこうアイデアが出たりとか、そうですね、ね、はい、はあ、そう考えるとね、いいですね、これは、いやもう本当にもうぜひですね、本当に一人でも多くの方に見ていただきたいですね、はい、これあの、まあ、福岡で今収録させてもらってるんですけど、はい、このあのホームページ見て実際に見たいっていう方、はい、いらっしゃると思うんですけど、ええ、そういった方って見ることできるんですか？あ、大丈夫です。なるほど、これじゃあ
どちらの方に連絡すればよろしいですか。こちら の、 あのサロンの電話番号の方に。告知の方よろしくお願いします。はい、アールグラージュ福岡サロン、電話番号が092-753-8035。はい、はい、じゃあ僕の方がね復唱させていただきます。アールグラージュ福岡サロンということで、これでの設定は0120。はい、こちらフリーダイヤルでも大丈夫です。はい、フリーダイヤルで0120-947-358電話番号もよろしいですか。あ、電話番号もいいですか。はい、大丈夫です。080-1787-2369、はい、080-1787-2369ということですね。はい、鈴木さん、鈴木ひとみさんというね、はい、連絡いただくとね、はい、泣きながら説明してくれるということで。でお客さんびっくりされませんでした、いきなり横で泣かれたら。いや、ワンワンは泣いてないです、はい、あの本当にこらえる感じで目に涙、目うるうるぐらいで。なるほどね、確かに号泣されたらびっくりしますよね。そうですね。なんか悪いことしたのかなってね。でも一人の女性をね泣かしてしまうっていう絵ってすごいですね。いやー、もう私だけじゃないと思います。本当にあのたくさんの方が、泣いてると思います。なるほどね。いや、すごい絵ですね。そこにあるだけで人をね感動させてしまうっていうね。いやー、これをますます見てみたいしですしね、あのラジオ聴きの方でもね絶対見たいっていう方がいらっしゃると思うのでね、ぜひあの福岡、東京でも見れるんですかね。はい、東京でも大丈夫です。あの東京でも福岡でも見れるということですので、はい、アールグラージュと検索していただければよろしいかと思いますね。はい、これあの作家さんというのは基本的には日本の方ですか。はい、あの日本の作家もいますし、はい、海外の作家もおります。なるほどね。やっぱりこう海外の方と日本の方ってい う、 こう何ていうんですか、傾向というか違うものですか。そうですね、まあ日本、まあ海外問わず、はい、作家ごとにやっぱりすごく特徴が。なるほどね、海外日本ではなくて、その作家ごとに違うっていう。そうですね、やっぱ伝えたいメッセージもやっぱ違うんですかね、 その作家によってね。ええ、なるほど。ちなみに鈴木さんはどういう傾向の絵がお気に入りですか。私はですね、はい、あの天使のような、はい、あのまあ、人物画に近いんですけども、うん、はい、あの作品があるんですよね、はい、天使を描いた、はいはい、その作品がとても好きですね。天使、天使泣いてしまう。はい、もう女性に結構人気なんですよ、はい、はい、ムーンライズっていう作品なんですけども、はいはいはい、なんかネーミングいいですね。もうそうですね。はい、初めて見た時やっぱり衝撃だったんですか。いや、もう衝撃でした。もう本当に何なんだこれはっていう、はい、この世の中にこんなものがあったんだっていう。でしかもあれですもんね、鈴木さんってもともと海外に詳しいわけでもなく、はい、全くです、ね、全くそういうことでもないのに、はい、この絵を見て感動してしまった。そうなんです。でも何かあるんでしょうね。もう何かあります、本当に何かあります。それが何なのか分からないですけど、何かあるんでしょうね。はい、へー、なるほどね。前半いろいろお話伺ってきたんですけども、はい、いやー、いかに鈴木さんがアールグラージュのことが好きなのかっていうのも十分伝わったのかなって思いますね。はい、泣いてしまうと。泣きながら進めたらやれたらちょっと勝っちゃいそうですね。いやー、でも本当にね、素敵な仕事をされてますしね、本当にこう素敵な絵だなっていうのがね伝わったんじゃないかなと思いますね。ここであのまた一旦 CM に行きまして、はい、後半もね、また違った一面をお持ちの方ですのでね、そのあたりもお話ししていただこうかなと思っております。ここで一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日は株式会社エール統括本部長の鈴木ひとみさんをお迎えしてお話を伺っております。鈴木さん、また引き続き後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。もう本当にね、好きな絵を本当にこう携わって仕事されてるっていうことで、本当に素敵な仕事をされてるなっていう印象ですね。はい、ありがとうございます。楽しそうですもんね。楽しいです。始まる前ね、はい、私喋れないんですって言ってたんですよ。で、僕ね、もうこの番組3年近くやってるんですけど、
皆さん同じパターンなんですよ。あ、そうなんですね、はい、私喋れないんですって言うじゃないですか、はい、そういう人が一番喋るんですよ。あ、大体大体ですね、でそういう人止まらないですね大体うん、うん、私苦手なんです、何喋っていいんですかっていうほど一番喋って、僕ほとんど喋らないっていうのがパターンなんですね。で杉木さんも同じように言ってたんですよね。はい、はい、でもずっと喋ってますからやっぱりね、あの自分が好きなことを喋ってるとか、うんうん、やっぱ経営者の方っていうのはもう情熱がすごいので、はい、やっぱりこうなんていうんですか、こう講演会ではないじゃないですか、はい、こう自分が好きなことを喋るので、うんうん、皆さんやっぱりこう思い思った喋るので、うんうん、喋れなかった人はね、3年やって1人もいないですね。あ、うん、もうね、同じパターンだから笑っちゃうんですよ。もう皆さんね、収録前に、私は苦手なんです言うんですね。いやもう、本当に今でも、今でも緊張してます、本当に。みんないるんですよ。同じパターンね、今日も同じパターンですね。はい、ということでね、今後ね、いろいろお話を伺いたいんですけど、鈴木さん実はこういった絵画をね、はい、売っているというね、お勧めしているという仕事に、はい、携わりながら、はい、もうね、面白い経歴がありまして、はい、皆さんこう見えてキャリアウーマンっていうイメージですけど、実は格闘家でもあるんですよね。あ、はい、はい、格闘家です。はい、なのでね、なんかこう何ですか、道歩いたらね、気をつけた方がいいですよ。何をされてるんですか。私はですね、はい、剣法とテコンドーという格闘技2つを、はい、あ、剣道もされてるんですか。剣法です、ね、あ、剣法、はい、両方やってるってなると相当あれですね。もともとは剣法をやってまして、はいはい、今格闘技自体は、21年目になります。いや、21年ですか。21年目です。じゃあ2歳の頃から。あ、年齢がそうですね。2歳の頃からされてるってことですね。はい、いやでも21年ってなると思うね。そうですね。これ始めたきっかけっていうのは、始めたきっかけは、うん、まず父が趣味で剣法の道場に行きだしたんですよね。はい、あ、趣味で。趣味で、はいはい、私がまあ小さい頃に、はい、はい。で、趣味でやってたはずなんですが、いつの間にか道場をやるっていう。え、趣味で通い始めたの。趣味で通い始めたのが、はい、そこの先生が、はい、もう支部を開いてやりなよ、はい、みたいな。あ、なるほどね。通ってたところが支部を出したらどうですかってお勧めしたってことですね。そうです、そうです。でもちろんちゃんと父も修行して積んで、はい、ちゃんと資格を取って、うんうん、で道場を持って、はい、でその父が開いた道場に通い始めたのがきっかけですね。なるほどね。だから最初はもう本当に興味本位で、なんとなく面白そうだなっていう。なるほどね。やっぱお父さんの影響って大きいですからね。大きいですね。もうお父さんが剣法やってたわけですからね。そうです。それはちょっと興味持ちますよね。興味持ちますね。でそこでちょっと遊び半分といいますか。そうです、もう本当に遊び感覚で行ったってことですね。そうです、そうです。それはおいくつぐらいの時。中学校1年生の時でしたね。なるほどね。はい、結構女性の方っていらっしゃるんですか。まあ多分どの格闘技もそうだと思うんですけど、はい、やっぱり女性は男性に比べると圧倒的にまだ少ないんですね。はい、うん、まあまあそうでしょうね、普通に考えてもね。で、やっぱじゃあ男性の中に入っていって練習したってことですよね。あ、もちろんそうです。なんか違和感みたいなかったんですか。いや、特になかったですね。へ、始めた時が中学生だったので、はい、中学生の頃ってそんなにこう男性の中に混じってするのもそんなに違和感なく。ああ、なるほど。はい、結構どういうことを練習するんですか。まあ本当に女性はその時はローキックはなかったんですけど、うん、まあでも練習の時はローキックから本当に突きこういう佇まいでローキックっていう顔面の突きからですね。当然ローキックするんですけど、ローキックされますよね。そうですね。痛みとかってどうなんですか。不思議とですね、あんまり痛いなって思ったことは正直ないんです。痛いって思っても一瞬だけで、やっぱり戦うアドレナリンが出てるんですかね。もう、そうです、そうです。もう生まれながらの戦士ですね。もう本当に、はい、
確かにアドレナリンが出てる時っていうのはあんまり痛み感じない。でも終わった後で痛くないですか？まあ、痛いんですけどそんなに気にしてなかったです、正直。ね、でも僕もね娘がいるんですけど、はい、父親の立場からすると女性が格闘技ってなると例えばこう怪我しないかなとか、例えばこうね顔に傷が入らないかなって心配するかなってちょっと思うんですけど、はいはい、そういったことは特になかったですか？特に、まあ、父の思いっていうのは実際当時どうだったんだろうって逆に今は聞いてみたいなっていう思いはありますね。なるほどね。ハラハラしてたのかな。で息子が、ね、格闘技やるって言ったら何の違和感もないですけど、うん、娘が格闘技やってしかもこう試合に出るってなると、そうですね、いろんな思いがあったのかなかったのかじゃないかと思います。その辺がちょっと気になりますね。僕だとちょっとやりたいって言われたら、まあ、反対はしないと思うんですけど、うん、どっかでやっぱり心配するのかなっていうのはありますね、うんうん、女性じゃないですか。そうですね、もう実際戦うわけですよね。そうです、戦います。顔面も顔面も、 もう顔面をバーンって蹴られたりとか蹴ったりとか、はあ、そういう激しいスポーツをやって、はい、肩や絵を見て泣いてるんですよね。あ、そうです21年目、21年目ですね。へえ。まあそうやって憲法を最初きっかけでやってたんですけども、はい、その父の師匠っていうのが、はいはい、その憲法とテコンドーを両方されてたんですね。なるほどね、はい、で私は最初は憲法だったんですけど、まあ、中学生時代に、うん、まだ、白帯の次が緑帯っていう、はいはいはい、もう下の方の時に、うんうん、ある大会に出たんですね、はいはい。そうすると、まあ、黒帯のベテランの女の子たちっていうのが私の後ろに立って、はい、私の同級生も一緒にしてたんですけど、私たちの後ろに立って、はい、あ、対戦相手こいつらだみたいな、あ、まだ緑帯だから弱いよみたいなを親子で言ってるんですよ。もう悔しくて悔しくてたまらなくて、はい、決勝で倒しました、はい、まさか憲法の達人と思ってないでしょうかねその時の映像見てみたいですねないですか？いや、どこかにあるのかなで、それ以来その黒帯のメンバーたちが大会に出てこなくなっちゃったんですよ。あ、ショックだったんでしょうね、やっぱり。そうですね。で、今度は逆に私たちがそのどんどん上を目指したいのに、うん、もね、やっぱり上級者がいないってなるとっていうところで、その父の師匠である、うん、先生が、はい、テコンドーってあるよって教えてくれて、はい、テコンドーだったら、まあ、その当時まだオリンピック競技になるかならないか、うんうん、なってなかったかなっていう時期で、はい、ただ世界大会まで、うん、世界まであるよって、はい、やってみるっていうことで言われて、中学校3年生の時にお試しで、はい、本当に師匠から推薦をいただいて、うん、テコンドーの九州大会に出させていただいて、はい、もちろん対戦相手は大学生とかだったんですけども、うん、まあ、なんとか優勝することができてこれさらっていうことですかねいや、中学生の時に大学生と戦って勝ったってことですか？そうですね。でも時期って中学生と大学生って体全然違うじゃないですか、はい、違いますね。身長はなんとなく近いかなっていうぐらいで、体の作りは全然違いますよ。いや、今思えばそうですね。中学生と高校生の違いですからね。そうですね。で、高校生と大学生も全然違うじゃないですか。そうです。で、中学生と大学生って、はい、まるっきり体違うと思うんですよ。そうですね。それやっちゃった。いや、なんか、はい、やっちゃいました根っからの格闘家ですね。はい、もうで、それがきっかけで、あ、なんかテコンドー面白いなって思って、で、本格的にやりだしたのは高校1年生からなんですよ。はあ、テコンドー優勝した後に本格的にやったってことですか？そうです、そうですもうやろうって決めて、ね、僕もスポーツやってたんですけど、はい、こういう方たまにいるんですよもうね、練習するのがバカバカしくなるんですよねいるんですよ、そういう人たまにいや、でも本当に一生懸命練習しての、はいはい、結果だと思ってるので。いや、あともう天才肌でも何でもなく、いや本当に好きで練習しまくって。なるほど、っていう、はい、すごいですね。じゃあ僕なんか喧嘩になったら電話していいですか？お願いします、はいはい、もう喧嘩をかけられたらすぐ電話しますよ、ねやっぱりあれですか、こう変わらなかったら割っちゃうタイプ感じですか？知らずに知らずに。あ、私
あの格闘技歴は長いんですけど、はい、意外に瓦はほとんど割ったことないんですよ。あ、そうなんですか。はい、あの覚えてないだけとかじゃないですか。あの、ま、ちょっとこう試し割りでやったことはあるんですけど、はい、なんかこうデモンストレーションとか、はい、ステージの上でっていうのは割ったことなく、どっちかっていうと、あの板を蹴って割るっていう。なるほど。あとはそのリンゴを、模造刀って分かりますかね、はい、日本刀の、あの、模造のやつですね。はいはい、模造刀っていうのがあるんですけど、それの先にリンゴを刺して、で、はいはい、まあ、自分の身長よりも高いところに、はい、置いて、はいはい、それを、目隠しをして、後ろ回し蹴りという蹴りで、割るというのをメインでやってました、ステージでは。なるほどね。あの鈴木さん、なんかこういう雰囲気で上品な言葉遣いで、あのゆっくりした口調で言うこと、回し後ろ、このギャップが素敵ですね。ありがとうございます。やっぱり、いや、このギャップいいですね。絵画使ってて、この佇まいで、あの上品にリンゴを蹴るんですとかね、瓦を割るんですとかね。鈴木さん面白いですね。ありがとうございます。いや、でも見てみ、これなんか動画で見ることできないんですか、なんか YouTube に上がってるとか。基本的にはですね、はい、あの動画っていうのは、やっぱりあの本当の意味で良さを分かっていただくために、うん、はいはい、あの動画はちょっと禁止なんですけども、はい、ただやっぱりこの時代なので YouTube で意外とな、あの出てくると思います。もう完全に止めることはできないですよね。そうですね、知らずに上げてる人もいっぱいいますからね。そうです、そうです。なるほどね。だから、まあ、できればやっぱりあの検索すると出てくるとは思うんですけど、うん、あの動画でとどまらず、ぜひあの何かの機会に実物を見ていただきたいと思います。鈴木さん的にはやっぱりこう拳法とかこうテコンドーの良さを伝えていきたいっていうこと、はい、やっぱりこう競技人口を増やしていきたいっていう思いもあるんですか。そうですね、あのテコンドーの普及っていうのは今でも継続して。なるほどね。はい、行ってます。何ですか、こう鈴木さん的にこうテコンドーの魅力というか、はい、テコンドーをこうやるこうメリットといいますか、どのように お考えなんですか。テコンドーの魅力はですね、はい、私は他の、まあ、例えばあの格闘技いろいろあると思うんですけども、うん、やっぱり、足技、あ、足技、あの足のボクシングっていう風に言われてるんですよね、テコンドーっていうのは。あ、足のボクシング。そうです。まあ、あ、はい、あ、足を使うことが多いってことですか。そうなんですよ。あ、なるほど、なるほど。はい、だからそのやっぱりあの華麗な足蹴りの技だとか、それがもう本当に魅力的で。なるほどね。はい、なんかやっぱりこう、じゃあそうなると足をこうしっかり鍛えて。そうですね、まあ、足は結構鍛えてましたね。ちょっとだけ昨日聞いたんですけど、なんか突きは顔ダメなんですよね。あ、ダメです。で、足はいい。足はこの腰から上、うん、胴と顔は蹴って大丈夫です。じゃあこう足技の応酬みたいな感じになるんですか。はい、そうです。はあ、なるほどね。でも足技でこう蹴られた時の衝撃ってすごいんでしょうね。そうですね。私ですね、あの韓国の方であの国際大会にいた時に、はい、階級、はい、よくボクシングとかでピンフライ、バンタム、フェザー級とかあると思うんですけど、はい、テコンドーも階級制なんですね、はいはいはい、で同じ階級のはずなのに、対戦相手が、中国上海の体育大学の選手だったんですけど、本当に同じ体重かなっていうぐらい、うん、もう相手の、脇の下ぐらいで私の頭があるんですね。あ、身長差がそれぐらい。身長差がそれぐらい。20センチ近くあるってことですか。そうです、そうです。本当に同じ体重かなっていうぐらい。同じ体重だと相当細くないとおかしいですよね。そうです、そうです。え、確かに細かったんですけど、うん、それぐらいの身長差と初めて戦って、うん、で、さすがに私あんまり試合で自分が顔面を蹴られるってことは少なかったんですけど、うんうんうん、その時もバーンと思いっきり顔面を蹴られて、はい、で、それからですね、10日間ほど、まともに食事ができませんでした。やっぱ腫れちゃったってことですか。もうここ口の中も切れてですね、はい、もうここがもう半分顔が腫れてしまって、
言葉しゃべるのもちょっときついで、ご飯が食べれないみたいな。まあ女性ですからね。もうやっぱそれでもやっぱりテコンドーを続けていく、それでも大好きですねやっぱり。なるほどね。あとはもう膝が反対に曲がっちゃったりとか。ああもう聞くだけでちょっと痛いですね。あれは痛かったです、ね、それ痛いですねそれで痛くなかったってすごい。いやもうそれも韓国でなんですけども、はい、まあ、韓国で練習中に、うんうん、ちょっと怪我をしてしまって膝が反対に曲がる感触っていうのが体にもビリビリビリと走ってそれは結構重症ですよね。もう前十字靭帯断裂と、はい、あとは大腿骨ってか、はい、膝のですね、はいはい、ここの部分がちょっと砕けてしまって、うん、ただ私は本当にその時はオリンピック前っていうのもあって、うん、やっぱりオリンピックの切符を取るために国際大会でやっぱり成績を残したいからですね、練習をした後に韓国でそのまま試合に出て帰国する予定だったんですよ、うん、はいはいはい、でその足の状態で自分 の, で試合が来る直前まで出るかどうか迷ってたっていう、はい、なるほどね。もうテーピングぐるぐる巻いてで、その時にですね熊本県出身のシドニーオリンピックのテコンドー男子代表の樋口清輝選手という方がいるんですけども、はいはいはい、まあ、その先輩が大先輩がですね今ここでこの状態で試合に出ると選手生命が逆に終わるよって、もうずっと説得していただいて涙を飲んで棄権をしてっていう思いがでそのことが言わなかったら出てたかもしれないってことですね。そうですね、多分出てますよね。出てるかもしれないです本当に片足でケンケンしながら意外と新しい技かなって思われたかもしれないそうです逆に警戒するかもしれないですね。そうですね、はあ、やっぱ日本もすげえみたいな感じかもしれないですね、はい、鈴木さんもね日本のね代表候補まで、はい、そうですね、はい、なられたということでね、はい、もうなんか好きでやってるレベルではないですね、そうなると ね、 もうね。いやもう好きでやってます本当にいやもうすごいですね、やっぱそこまでこうなんていうか鈴木さんをのめり込めることになってこうテコンドーってね、はい、やっぱいろんな方にこの良さを知っていただきたいっていう思いあるでしょうね。そうですね、はい、まあ、いろんなやっぱりこうオリンピック目指すっていう方もいれば本当にこう健康のためにとか、はい、ストレス発散だったりとか、うんうん、まあ、女性では護身になるとか ね、 そうですね、いろんな関わり方があると思うので ね、はい、いろんな方にまず見ていただきたいと。そうですね、やっぱりこう全国にこう道場みたいなのあるもんですか。あ、もう、はい、日本全国にありますので。なるほどね、はい、じゃあぜひこう近く調べていただいて、はい、そうですね、うん、もしよかったら、ね、鈴木さんにお願いすれば一回ね回し蹴りしてもらえるかもしれないので、はい、うん、その後はね保証はしないと。あ、そうですかもうね完治しなくてもね自分でね対処してくださいということで、はい、やっぱりこう女性にもこう何ですか競技人口を増やしていきたいっていうのはやっぱりあるんですかね。そうですね、やっぱり、うん、どうしても格闘技ってなると、うん、女性が本当に少ないので、はいはい、やっぱり、まあ、健康のためにもなるし、うん、護身術にもなりますの で、うん、でやっぱりあとはメンタルも、はいはい、鍛えられるので、なるほどね、やっぱり自信にもなりますよ ね、 なりますね、自分がこう練習やったりとかね、うんうん、あと子供にもいいのかなっていうのってこうしつけとか、うん、そうですね、礼儀とか挨拶とかね、はい、そういうの絶対いいですよね。もう絶対におすすめです。そういう意味ではね、本当に冒頭でもおっしゃってましたけど、本当に小さい子から大人まで、はい、シニアまでね。いや、そうですね、シニアの方いいかもしれないですね。そうですね、日本ではちょっとまだまだ少ないんですけど、うんうんうん、海外では本当にシニアの方のテコンドー姿というのがたくさん見られてですね。もともとあるんですか、韓国。はい、そうです、韓国の国技です。なるほど、やっぱり韓国が世界的にもなんていうか強豪といいますか強いですね、うん、はい、なるほどね。今なんか指導されてるという。はい、そうです。じゃああれですね、やっぱり指導してる方からオリンピックとか、はい、世界チャンピオンが出て、そうですね、いくとね、いいですよね。はい、なるほどね。あ、やっぱりこう21年競技に関わっていて、はい、こう業界的な変化といいますか、うん、なんかあるんですか、こう傾向が変わってきたとか。
そうですね、まあ、テコンドー自体の、ルールっていうのがですね、はいはい、どうしてもオリンピック競技なので、うん、競技性をちょっと求められるルールにもなってるんですけども、うん、一度あの大きくルール改正があって、まあ、ポイント制なんですけど、うん、ポイントの取り方とか、まあ、その辺があのどん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 進化しているというか、うん、で今度は、2020年の東京オリンピックに向けて、はい、昨年また大きなルール変更などがありまして、うん、よりその見ている側も楽しんでいただけるようなあのルールに変わってきてるなと思います。でもこう競技人口を増やす上でやっぱり見ている方が面白いっていうのはもう、はい、もうそうですね、一番増やすいですよね。そうですね、うん、はい、やっぱりそのためにこうルールを変えていくっていうのはいいことかもしれないですね、はい、そうですね、見てみたいですね。やっぱりこうあの動画で見るのもいいんですけど、生で見るとまた全然違うんですよね。もう全然違いますね、うん、僕もスポーツとかやってたんであるんですけど、はい、やっぱりこうテレビで見るのとね、うん、会場でって見るのともう全然違うんですよね。だからぜひね、あのネットで調べていただいて会場で見ていただく、はい、格闘技なんかまさにね、生で見ると全然違うんですよね。そうですね、なんかあれですか、直近でこうなんていうんですか、こう大会みたいなのがあったりするんですか。はい、そうですね、9月に、熊本の方で、はい、あのオープン大会があります。なるほどね、これあれですか、はい、一般の方も観戦することが、はい、見ることができます。なるほど、はい、いやそこで見てね、感化されてまた競技始める方いるでしょうからね。はい、鈴木さんはあるんですか、今後どういった活動といいますか。そうですね、まあ、テコンドーの、道場、はい、まあ、指導者をまずちょっと、育ててですね、うん、で、そこで学べるあのたくさんの人がテコンドーにあの触れられるように、うん、あのまあ、道場を少しずつ増やしていきたいなと思ってます。いやー、今後が楽しみですね。ありがとうございます。お父さんが趣味で始めた、はい、拳法から始まりきっかけ でお父さんは気がついたら道場を始めちゃった。あ、そうです。そこでまあ遊び感覚で参加したらハマって、はい、でそしたらねテコンドーも始めて、はい、そしたら全日本の代表候補まで行ってしまった。はい、いやーすごいですね。でもなんかこうあれですね、こう青春時代といいますか、はい、学生の時にこういうのめり込むものがあったっていうのはある意味幸せなことかもしれないですね。そうですね、はい、やっぱり夢中になるってね本当に大事だと思うし、うん、夢中になってる時って本当にね、はい、その人の人生って充実してます、はい、してると思うので、ね、うんうん、逆にそういったこともどんどん増やしていきたいですね。そうですね、なんかこうやる気があるけど何していいかわからんみたいな人っているじゃないですか、うんうんうん、であとはなんかこうテコンドーを始めることによってこう何かのね自分自身に対する自信を持つきっかけとかね、はい、まあね、まあ、鈴木さん自身がそういう経験されてると思うのでね、でその中で何名かまたね世界チャンピオン、はい、オリンピックに出るような選手が出ていただければ ね、はい、もう次の目標としてはそういう形になるんですか。そうですね、はい、やっぱりね、やっぱり今日みたいなお話をねいろんな方にこう伝えていきたいです、はい、もうテコンドー抜きにしてもやっぱりこういうお話を聞くといろんな方にねあの勇気だったり、はい、一歩踏み出すあのきっかけになると思いますのでね。ありがとうございます。ぜひあの、はい、この動画も沖縄のラジオで放送されますので、はい、ありがとうございます。あと僕のブログの方でもね、あの動画としてあのアップされますので、ね、ぜひぜひあのチェックしてみてください、はい、ということで、あの最後にね鈴木さん、あの、はい、ラジオ沖縄の皆さんに一言お願いします。はい、まずアールグラージュなんですけども、本当にあの皆様のこと心にですね響く何かがあると思いますので、ぜひ一度、動画ではなく、実物をですねあのご鑑賞いただきたいなと思ってます。はい、はい、アールグラージュもテコンドーもテコンドーも生で見るべきですね、はい、そうですね、はい、本当にね鈴木さん今日昨日出会って今日2回目なんですけど、本当にこうアールグラージュというアートの世界から格闘の世界までね、本当にあの真逆のね本当にねゆっくりしたかあの口調で回し蹴りとかね本当にこう楽しい魅力的な方だなと思いましたね。ぜひまたあのアールグラージュのホームページもチェックしていただいて、はい、テコンドローも実際に会場の方に足を運んでね見ていただきたいなと思いますね。鈴木さんいるかもしれませんのでね、はい、ということで鈴木さん本日はお忙しい中
ありがとうございました。ありがとうございました。また福岡に僕来ることあると思いますので、はい、ぜひまた、はい、ご一緒しましょう。よろしくお願いします。また、ね、出演の方もぜひ1回目、はい、3回目とよろしくお願いします。沖縄の方もぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ本日のゲストはですね、株式会社エール統括本部長の鈴木ひとみさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。